はい、どうも、いわらぎ堂の石森です。この間、渡辺くんの動画でね、3キロの鉄板のプレスがこう落ちる感じが、均等感が重要だっていうのを説明して、あと、こういう手も作りましたよね。これも、ここにね、丸い球体、ボールをこう持ってるイメージなんですけど、そこの手の感覚がこうじわーっとこうイメージ湧きますかね。こういう球体を圧縮すると濃縮して、ここにものすごい気のエネルギーがこう溜まってる感じですね。その意識をちょっとなんか練習方法ないかなっていう話があったんで、ちょっと一つご紹介したいと思います。じゃあ、渡辺くん、はい、お願いします。で、あれですね、 ここにものすごい気を出すイメージがあるんですけど、で、受けてもちょっと今初めてなんであれなんですけど、ここにものすごいエネルギーがあるのを意識するんですけど、これ何にもないと、はい、ただこういう動作、うん、でもここにもわーっとしたものがあるんですよ。ここにボールが圧縮された感じが、で、なかなか感覚が鈍い人だと感じづらいんですけど、もわーっとなんですけど、で、この時に立ってる人も後ろ壁になってますよね。はい、ちょっと普通に倒れてもらっていいですか。あ、こっち、自分で倒れる分には怖くないでしょ。自分で行くんですか、うん、ちょっとこう、なんかもう、ああ眠くなったりとか、ああもう、はい、これはできます。で、はい、この時にそういう感じでいてください。まあリラックスして、何もなきゃおっとっとってなるけど、はい、壁があるから安心して倒れられますよね。はい、で、その感覚でいてください。はい、で、途中でもわーっと来て、おそらくね、大体の人がそうなんですよ。リラックスって結構できてないんですよ。どうしても緊張して立とうとする意識が出るんで、うん、後ろに壁があるんで、何回かもう一回、このぐらいの圧が来たら、今緊張してるんだよね。いや、緊張してますね。いや、してるんですよ。してるんですか。このぐらいの触れた、もうほら、立とうとする意識が出る。これ、受け手が余計折れてるのがまずいですね。だってちょっと押さえたらピクってなっちゃう、うん、そうだから、でもこの感覚を学ぶためには、そうあ、これぐらいが OK。 そういう感じをここに感じると、なんかもわーっとするんだけど、これで立ってていいのかなじゃなくて、後ろ壁なんで受け入れてください。それがだからリラックスするっていうか、気を通す体になる。わかりました。はい、だんだんと分かってきます。だんだんと分かってきます。あ、今少し分かってきた、うん、分かってきたかもしれないです。これは。うわーっとこう、やってる方もすごいイメージしないというか。倒れますね。全く近いぐらいと。はいはい。その感じなんですよね。リラックスできてれば、ここを感じるんですよ。うわー。これ。あ、後ろ行ってます。あ、これ。そう。行ってる。その感じ。これもやらせのぎり、今ぶつけ本番でやってますけど、リラックスしてるとここを感じるんですよ。そのこのぐらいの衝撃で倒れればいいっていう感覚が、ああ今、うんうん、そう一瞬反応しちゃうこともありますけど、今何回目かちょっと分かんないですけど、その時見ないで上向いてたんですよ。手の感覚を測って後ろ行くと思われたらちょっと嫌だったんで、うん、あえて今上見てやったんですけど、うん、それでもなりました。俺でもなりましたね。そうで、これをどうやって作るかっていう、まあ相手も受け入れなくちゃいけないんだけど、はい、これをね、だからもわーっとする手を、例えば手をこすって、はい、これでこすった摩擦で手の熱の体温で、ここの間にもわーっとするのは誰でもできるでしょ、これは、ね、これ僕実は少し練習してて、はい、わかります、これ、うん、めちゃくちゃわかる。
で、そのモワーとした感覚を鮮明にイメージして徐々に話していって、それをまたこう収縮するとじわーっとこう濃縮したものを感じ取れれば、はい、だここにすごい意識を重点的に置いてるんですよ。あ、だから合気下げの時にもこうじゃなくてここに全集中した感じがこう降りてきます。だから大きくなっても縮めれば縮めるほどすごい濃縮したボールが、もうこんなのは最高にすごいものができてますよ。そういうイメージを何も気にしなかったら、はあ、何もないですよ。もうイメージですよ。でいいトレーニング方法があるんですよ、これ一人でやるときに。本当ですか、はい、それをちょっとご紹介します。ぜひ紹介してください。はい、はい、で、まあ、どっかね散歩行った時にこのぐらいの木見つけてもらったら、あの出てますんで、こっからすごいエネルギーが、で今の感じを自分自身で感じるんですね。こうさっきお腹に当てる感じを木の方に向かって当てるんですけど、ここにこの木がこれだけ伸びていく生命エネルギーを感じるんです。で今モワーっとしてるんで、こういう感覚が、こういう感じが伝わってくるんですけど、でまあ見てる人でうさんくさく見えるかもしれないですけど、最初は分かんないと思うんですよ。で分かんない時に、あ、なんか出てる気がするなでいいんで、ここの感覚でああってやってるとだんだんこう分かってくると思うんで、これが雑にああだと違うんで、ちゃんとこうモワーンといって、ここに木のボールがあって近づけていくと木の生命のエネルギーもこっちに感じ取れるんで、これだけこう伸びるわけですからね、そのエネルギーがここから出てるわけです。こう今熱いものがあって跳ね返ってくる、ここにじわー木のエネルギーも出てて、こう今跳ね返ってくる感じです。ここがお腹で今こう跳ね返って、ここにすごい熱いものを今感じてるんで、そういうイメージというかコントロールができると、まあ気を出したり合気下げとかも実はそういう感覚があるとわーっていける。ちょっとやってる、これを火を見つけてやってみてください。じゃあ今日はちょっと待って、質問があるんですけど、はい、いや僕動画撮ってたんですけど、そのこれ生命エネルギーって今おっしゃってて、これ木じゃなきゃダメなんですか、こう後ろのコンクリートじゃダメ。うわーダメです、出てないですか。出てないんだやっぱり。それを感じないと思う。ああそういうことか。だって虫がこうやってアリとか今いろいろいるわけですからね、何か感じ取ってます。こういうところを感じ取る、うん、なんか具体的に何か感じ取った方がいいんですか。いや感じ取るんです。何をどう感じ取ればいいですか。だからそれは最初分かんなかったら、感じられなかったら、あ今あすごいエネルギーが出てるんだっていう意識でも構わないんで、わざとでもいいんで。あ、わかりました、わざと始めやろう。そう、できないんで。でもそれがあなんか出てる、あじゃなくて、本当に鮮明に、だからこのこすったもわーっとした感じを指先に感じないといけないんです。ここはすごいセンサーで、なんかでもやってるとね、ここにわーんっていうのが今すごい熱いのが出て、本当にここ出てる。マジですか。それを感じ取れると楽しそう。これ合気下げはできます。楽しそうです。じゃあちょっと僕じゃあしばらく、はい、ちょっと稽古して、どっちかというとこれもここに殴ってる方なんでこっちいじめちゃってる方だったんで、はい、感じ取れるように、はい、させてもらいます。はい、はい、命は大事に、はい、クロスドは噛まれないガブガブやられたんで、はい
じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。